はい。腰のおじゆうちゃんです。えー、今日はね、えー、元気を取り戻すにはどうしたらいいかっていうね、そういうご相談をいただいたんで、それにお答えさせていただきます。えー、まず、元気というのは、えー、元気になろうとしてね、なんか特別なことをやろうとする人もいますけども、えー、元気になるために特別なことはする必要はなくて、元気という字はですね、えー、元の木と書くように、木を元に戻すっていうことなんですよね。えー、ですので、別に難しくありません。 でえー、東洋医学でいうね「木」とか「気候の木」ですねっていうと難しく感じるかもしれませんけども、えー、すごくね分かりやすく、えー、元気を取り戻すには、えー、気を充満させればいいわけなんですねそれはどうしたらいいかっていうと、えー、3つの木がありましてその3つの木を集めることで気気が充満してて元気になってきますそれがですね「嬉しき」「楽しき」「ありがたき」っていう3つの木なんですね。 えー、嬉しき、楽しき、ありがたきですつまり嬉しいこと、楽しいこと、ありがたいことですね、えー、を普段からよく探して生きていくということです、えー、日々いろんなことがありますけれども、えー、嬉しいことも楽しいこともありがたいなと思うことも探してみれば、えー、結構あるはずなんですよねですからそこに焦点を当ててそこをしっかり見ていくこと、えー、そのことによって自分に気が充満していきます えー、もしねよければですね日々、えー、毎日寝る前とかがおすすめですけれども、えー、嬉しかったこと楽しかったこと今日一日を振り返ってね嬉しかったこと楽しかったことありがたかったことこの3つをね、えー、書き出してみるっていう作業を、えー、することをおすすめしたいと思います、えー、そうすることによって非常に、えー、気が充満してきますんでね是非やってみてくださいで、えー、これは3つの気 たんですけども、おみきと言いましてね、三つの喜びとも書きます。こうやって嬉しき、楽しき、ありがたきを日々探して生きていると、えー、本当に喜びごとを呼び寄せてですね。 えー、行きますし自分に気が充填してきますので充満してきますので人を喜ばせる余裕ができてきて、えー、人を喜ばせることをよくやっていけるようになりますそうするとまた自分にねうれしき楽しきありがたきが返ってきて自分自身に気が充填されるっていうことになりますので是非ね、えー、まずはこのうれしき楽しきありがたきっていう3つの気を集めるということを、えー、日々やってみてください、えー、できたらねノートとか手帳に 毎日書いていくと一つでもいいから書いていくといいと思います、えー。ぜひやりたい人はやってみてください。今日の話は以上です。